お疲れ様です。輸入が遅れてるらしいですよ。ジャンクスタイルです。いや、ほら、ホットイーのキャンペーンあったじゃないですか。金のロジャーダッチャーが当たるやつ。あれ、締め切りが6月の末ぐらいでしたかね。でもう、2ヶ月ちょい経つのに、何の音沙汰もないし、もう外れたかなと思っても、当たったようなね、報告もないし、どうなってんのかなと思ってたら、久しぶりにね、キャンペーンのページ、アクセスしたっていうか、たまたまね、見たら、商品の輸入が遅れてて、発送に遅延が生じておりますって。更新されてましたね、しれっと。そういうの大々的にやってくんないって思うんですけど、まだね、当たったかどうだかわかんないですよね。問い合わせても、当落、当選、落選っていうのは、やっぱ商品の発送を持ってっていうことらしいんで、結構問い合わせてる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、全然違う話になっちゃうんですけど、今日は短めに行こうかなと。最近ちょっと長めの動画ばっか出してて、おじさん疲れちゃったよ。で、今日はね、ちょっと不思議な話をしたいと思います。関係ないよって思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、途中まで聞いてね。でも、結構面白い話なんで、聞いてやってください。で、トライアルさんっていうのが九州地方に多いのかな？まあ、全国展開されてるんですけど、そちらにホットイールが定期的に、割と定期的に最近入るようになって、ベーシックかメインラインとか単品販売とかね、入るようになったんですよね。ただ、お店によっては単品販売しか入らないよとか、お店によっては、アソートのごく一部と、あと単品販売が入るようになったんですよね。九州地方ね、かなり田舎なんで、ホットイールは買える店っていうのは少ないんですよね。入手のね、可能性というか、買えるお店が増えたっていうのでね、非常に歓迎してるんですけど、あ、そうだ、サイドラインもね、たまに入るんですよね。で、大体発売日の翌日ぐらい、日曜日ぐらい、だから中央で言ったら、バースデーにほら日曜日に入ったりするじゃないですか。あんな感じで入荷するんですけど、まあね、先ほど申し上げたように、ちょっとね、少なめっていうかね、アソートまるっとじゃないんで、結構ね、店回る必要があるんですよね。で、今回はね、ちょっと早くて、もう気づいた土曜日入荷になってて、まあ、私の近所のお店はもうすでに駆られた後だったんですけど、他にもね、少し車を走らせればね、いろいろと店舗があるんで、まあ店舗問い合わせたら、なんかなかなか通じなかったっていう話を昨日の動画でやってたんですけど、で、そのお店に問い合わせたのが昼ぐらいかな、昼ぐらいに問い合わせて、まあ入ってないっていうふうに言われたんですけど、私のね、お宅の第7巻、いやもう第8巻ですね。もうセブンセンシーズを超えたエイトセンシーズですよ。オタクのね。はい。目覚めてますからね。なんかね、ピピッとくるものがあって。夜ね、行ってみたんですよ。夜行ってみたら、そうだ、前日の土曜日にも行ったんですよね。で、日曜日は問い合わせのみだったんですけど、土曜日にもうスカスカだった売り場がパンパンになってて、うわっみたいな。まあ、わかりますよね。もしかして一番乗りみたいな感じの、感覚。あれです、あれ。あれで、こう見てたら、これあったんですよね。モーリスミニ。そう。8月のね、トレジャーハント。で、よく見たら、8月のアソートが入ってるんですよね。と、単品販売が入ってて。で、これ買えちゃったんですよ。これ、先月も入手できたんですけど、まあ、1台しか。持ってないんでね、これ本当にありがたいですね。でもちろんスーパートレジャーもちろんというかスーパートレジャーハントなんかあったんですけど、でも過去にねぼちぼちスーパートレジャーハントに出てるんでちょっとは期待してたんですけどね。まあトレジャーハントゲットできたんでよかったですね。これも先月あれか1箱に2台入ってたんで買えたんですけど、もう1台ぐらいやっぱ欲しいなと思ってたんでいいっすよね。開封はしちゃわないけどトレジャーハントマークがいやらしいぐらいねデカデカと乗ってるんですけど、そう、で先月のアソートだったんです入荷が。でおかしいなと思ってたんですけど、でその前にいろいろ情報共有しているお仲間さんたちからいただいた情報によると、なんだっけディアマンテベローチェだっけ、あれがね2台あったとか、いいよね2台あったって。だから先月初登場で今月も入っ
ってるっぽいけどあんま見ないよなっていうやつですね。まあ謎者っちゃ謎者だけど水筒にかっこいいやつですよね。あとね、一番びっくりしたのがこれ、そう、去年のだよね、ボーンシェイカーのあのムーンアイズのやつ、去年のいつぐらい、1年ぐらい前じゃない、ちょうどのやつが買えたとか言って、いやまあずっと眠ってたわけじゃないです、売り場に、売り場にその方も何度も行ってらっしゃるんで、今回の入荷とともに入ってきてたらしいです。これいいよな。いや私もこれ欲しくて、欲しくてっていうか皆さん欲しかったっすよね。右往左往したんじゃないですかね、これ求めて。で当時これ出た時に私発売日に買えなくて、バースデーで見つけて手に取ったら、シュッと横から、こんなこと言っちゃあれだけどすんごい太った人に言っちゃうよ、もう絶対忘れないからね、あのスッと捉えたんですよ横から。で買えなくて欲しいなってずっと思ってたら、なんだ、アマゾンのほら50台ボックス、あれが安い時に買ったら中にショートカードだけど入ってたんですよね。なので1台はね買えてるんですけど、これどこに眠ってたのって感じで。だってこんなのさ、もし万が一売り場に残ってたとしたら絶対なくなるじゃないですか、速攻。これすごい入荷だったんだなと思って、見つけた時びっくりしたでしょうね。まあそんな感じでね、ちょっと変則的な入荷だったんで、ちょっとみんなでねうろうろしてるんですけど、ほんと困惑ですよ、困惑で。かつあの入ってないお店もまだあるんですよ。入ってないっていうか、どうも担当者さんが来ないと分かんないって何件か言われたことあるんですよね。なんであのちょっと今日以降もね回ってみたいなと思うんですけど、プラモデルなんかも安くてガンプラ入ってたんですよ。あの山田電機で私が意気揚々と買った RG のジオング、あれがさ いくらだろう、500-600円、1000円いかないぐらいかな、いやそんな感じで安かったんですよね。泣きそうでしたね。だから1割ぐらい安いのかな。ただね、わかんないですからね、必ず入るわけじゃないんで、ガンプラもなかなか難しいところなんですよね、その判断が。とかどうでしょうね、皆さんの周りにもそういったお店はありますかね。なんだろう、ホームセンターにあったよとか、あのドラッグストアにあったよとか話聞くんで、あのホットイールのハンドっていうのはすごく今増えてますよね。一時期もなんだろう、マジョレットみたいになってる感じかな。今ね割とマジョレット取り扱い随分減ったんですけど、昔はねいろんなとこにありますよね。すごいなんかバッタモン屋さんみたいなところとかにもあったし、ほんと薬局なんかね、ドラッグストアなんかにもあったんですけど、まあ、そんな感じでホットウィークね、あの販路広がってるんで、回る楽しさっていうのはありますよね。まあ私も9月のね、ベーシックカー変えてないのがねぼちぼちとあるんで、まだまだね回りたいと思うんですけど、だね、水曜日あたりかな、バースデー入荷こちらと思うんで、そちらに期待したいんですけど、なんせ台風なんですよね。なんで入荷がちょっと読めないっていう感じになってるんですけど、まあね頑張りたいと思います。はい、じゃあ今日はねほとんどあのおしゃべり会になったんですけど、あのここまで見ていただいてありがとうございます。またね次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。